9月24日千里南公園で千里ニュータウン商業祭が開催されました。これは吹田市商業団体連合会が地元商業の活性化をはじめ千里ニュータウンをより多くの人に知ってもらおうと毎年この時期に開催している地域密着型のイベントです。会場にはたくさんのブースが並び地元吹田の農産物の販売や産地直送の果物、魚介類の販売のほか市内の事業者による製品の販売などが行われていました。また世界のエスニック料理やご当地グルメが味わえる食の博覧会世界のグルメ屋台も開かれお昼時にはたくさんの人でにぎわっていました。そしてフリーマーケットでは来場者が掘り出し物を探したり出店者とのやり取りを楽しんだりして買い物を満喫していました。このほかポニーに乗ったり小動物と触れ合うことができる移動動物園が設けられたほか特設ステージ前では西山田中学校吹奏楽部の演奏や大道芸のパフォーマンスが行われるなど来場者はすがすがしい秋空の下商業祭を楽しんでいました。9月30日吹田自動車教習所で安全運転サポート車体験講習会が開かれました。これは近年高齢ドライバーによる交通事故が急増している現状を理解し実際に安全運転サポート車に試乗してその安全技術を体験してもらおうと行われたものです。はじめに市の職員が国による高齢ドライバーの交通事故防止策のさらなる検討案の内容を解説したのに続き教習所の職員が運転免許証更新の際に75歳以上のドライバーなどに実施される認知機能検査について紹介そして吹田警察が全席シートベルトの着用の徹底や夜間ハイビームの使用を啓発しました。そして屋外に移動して安全運転サポート車の試乗体験が実施されました。参加者は誤ってブレーキとアクセルを踏み間違えた時の急発進を防ぐ加速抑制機能の実演を見た後実際に車に乗り込み壁障害物に接近すると警報音が鳴り自動的にブレーキが作動する安全機能を体感しました。最後に自動車メーカーの担当者から障害物を感知するセンサーの仕組みなどが詳しく紹介され参加者は皆一様に興味深く真剣な眼差しで話に聞き入っていました。最初はねもうちょっと不安だったんですけどねやっぱり経験してよかったと思います。でやっぱりこういうのはどんどんやっていただいたらいいんじゃないかなと思いますけどね。こういう車はやっぱりこれから必要やなと思うのはもう思ってますね。講習してくれはったと思いますわ。ありがとうございました。